いつもご視聴ありがとうございます今回は久人様の研究論文をめぐる最新の動きについてお伝えします皆様のチャンネル登録いいねボタンの多かそしてコメントが私たちの励みになっていますそれでは早速本題に入りましょう筑波大学附属高校に在学中の久人様東大進学を目指しているとの噂が広がる中思わぬ事態が発生しました 悠仁様が筆頭著者として発表したトンボ研究の論文に複数の誤りが見つかったのです。ある皇室ジャーナリストによると悠仁様は学校推薦型選抜で東大農学部への進学を検討中とのことその受験に向けた重要な実績として注目されていたのが赤坂御用地のトンボに関する研究でした。昨年11月 25ページにわたる論文が科学博物館の研究報告に掲載されましたさらに今年8月には国際昆虫学会でポスター発表も行い順調に研究キャリアを積み重ねているかに見えましたしかしその論文に8箇所もの誤りが発見されたのですオスとメスの取り違え池の写真の説明ミス学名のスペルミスなど初歩的なものが目立ちますさらに驚くべきことに 訂正が行われたのは国際学会発表のわずか3日前でしたトンボ研究の専門家からは発か者の訂正は驚きチェックが甘かったとの声がまた別のジャーナリストは学会への影響を避けるためギリギリのタイミングでの訂正だったと指摘していますこの事態は久人様の東大受験にどう影響するのでしょうか論文の信憑性や研究の実態に疑問の声も 後続の教育の在り方や大学入試の公平性など、様々な議論を呼びそうです。これまでにも進学のための執筆に関して様々な疑問点が生じています。例えば、気象トンぼの発見が飼育個体群の結果であるならば、その学術的意義はどうなるのでしょうか。また、研究が開始されたのが筆頭著者が6歳の時だったことについても問題があると思います。 国立科学博物館特内庁には説明責任があると考えます。さらに、一途なトンボ愛にあふれるものが、気象トンボが三十八種も自生すると主張する意を回収と称して環境を破壊してしまうのは、研究者として不自然ではないでしょうか。証拠隠滅と受け取られても仕方がないと思います。高校進学時の作文に続いて大学進学もこのようなやり方が取られるならば、 国民の信用を得ることは難しいと感じます発か所も直前に訂正が必要ないいか減んな論文が東大進学の決め手となる研究業績にカウントされ東大推薦条件がクリアされるというのは実力主義で公平であるはずの大学受験に理不尽がまかり通ることになると考えます。ご両親と宮内庁は彼が研究で具体的にどのような科学的貢献をしたのか公表すべきです。 それをせずに東大に進学するならば、彼らを後続の候補から外すことを提案したいと思います。論文のミスは今年初めから多くの人が指摘しています。数ヶ月かかると言っても初夏には訂正できたはずです。しかも今回の訂正はミスと言い訳がギリギリできるものですが、画像の加工はエトテでなければできないものです。今回の訂正には画像は含まれていません。この問題は、 公室のののりりり方とと現代社会の価値観の調和というより大ききな課題を浮き彫りにしています皇族の教育や進学問題は単なる個人の選択ではなく日本の伝統と現代社会の価値観が交錯する複雑な課題です。悠仁さまの研究者としての活動と進路選択が今後の皇室の在り方や日本社会の議論にどのような影響を与えるのか私たちは注意深く見守っていく必要があるでしょう。 一方で悠仁さまご自身はこの騒動をどのように受け止めているのでしょうか匿名の宮内庁関係者によれば悠仁さまは周囲からの微妙な視線を感じ取っており時にはストレスを感じているようだといいます18歳の誕生日を間近に控え成年皇族となる悠仁さまには母親に反発するような場面も見られるそうです専門家からは この問題が皇族の存在意義にも関わる可能性が指摘されています静岡福祉大学名誉教授の太田部氏は、国民から見て公平とは思えない制度を用いて学歴を求めているように捉えられる状況がこれ以上続けば、皇族としての特権を乱用していると見なされてしまい、将来の天皇が持つべき特別な存在感が奪われてしまう事態にもなりかねませんとコメントしています。この指摘は 皇室の伝統と現代社会の価値観との調和の難しさを浮き彫りにしており皇族の教育や社会的役割について国民的な議論が必要であることを示唆していますただし東大進学については正式な発表はまだありません他大学の名前も挙がっており真相は不明ですネットニュースでは筑波大学なども進学先として取り沙汰されていますしかし9月2日号の女性セブンでは悠仁さま 語学友も一緒悠仁さまの東大進学を前提に語学友の進学先についても議論が展開されているなど憶測が広がっていますこのような情報の錯綜は皇室に関する報道の難しさと公的な発表の重要性を改めて示しています皇族の教育についてはこれまでもさまざまな議論がありました例えば 現在の天皇陛下は学習院初等科から大学院まで一貫して学習院で学ばれましたが皇太子時代にはオックスフォード大学への留学も経験されています一方小室真子さんは国際キリスト教大学を卒業後イギリスのレスター大学大学院で学ばれましたこのように皇族の教育については伝統的な学びの場とグローバルな視点を身につける機会の両立が模索されてきました 悠仁さまの進学先選択もこの文脈の中で捉える必要があるでしょう日本の伝統を守りつつ国際社会で活躍できる皇族を育成するという観点からどのような教育が望ましいのか議論が必要ですまた皇族の高等教育については専門性の獲得と象徴としての役割のバランスも重要な論点です 専門的な研究に没頭することは個人の成長にとっては有意義かもしれませんが、象徴天皇制における皇族の役割とどう両立させるべきか、慎重な検討が必要です。さらに、皇族の進学に関する情報公開の在り方も課題となっています。過度の憶測や噂を防ぐためにも、適切なタイミングでの情報提供が求められますか、プライバシーの保護との兼ね合いも考慮しなければなりません。 公室と国民との適切な距離感を保ちつつ必要な情報を共有する方法を模索することが求められます以上悠仁さまの論文をめぐる問題とそれが東大進学に与える影響についてお伝えしましたこの問題を通じて皇族の教育や社会的役割について国民的な議論が必要であることが改めて浮き彫りになりました今後の動向を注意深く見守りたいと思います 最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございましたこのチャンネルでは今後も皇室に関する最新の情報や議論をお届けしてまいりますのでぜひチャンネル登録をして次回もお楽しみにそれではまたお会いしましょう。